やほこんにちは、さっこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は XG ですね。エクストラの EPX5 ということで、一回ね、出し直されたんですよね。なんか字幕かテロップか何かが違ったのかな。で、私この EPX5 ですね、そもそもまだこう見ていなかったので、もしかしたらもっと前にX5 もすでに見てますっていう方いらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっと私はすごく新鮮な気持ちなので、楽しんで見ていきたいなというふうに思います。ジュリン姉さんのインタビューシーンからかな？楽しみですね。映像あるんですね。ありがとうございます。あ、めっちゃ覚えてる。これすごい覚えてます。うわー、やばい、やばいです。ありがとうございます。あるちゃん、みんなめちゃくちゃ若い。いや大丈夫でした。いや今も若いですから。やば、 OK です。はい、行きます。うわ、このジュリアちゃん、キルンキルン。はい。怖がらない。はい。なんか楽しい。はい。ありがとうございます。話題のシーンですね。チャレッソよ。いご。これがチャレッソでしたね。いいですね。めっちゃステージ帰ってきた時のみんながキラキラしてる。懐かしい。やば、ちょっとこれは懐かしい。多分これはもう自分だけだと思うんですけど、もうこの時本当にいろんなことがあったんですよ、自分の中で。で、実はこの10日前ぐらいにサイモンさんからもうお叱りの言葉っていうかもらって、で本当にその落ちる直前だったんですね。もしかしたら残れないかもしれない、ここなって、その本当に人事上げ、本当に真面目にお話もらってたぐらい、そのもう残れないっていう風になってて、家族でも本当にもうどうしようみたいな、これはもう何もできないぞみたいな感じになって。気になる。めっちゃ気になる。どんな感じ？肺炎？パニックみたいな状態？違う？楽しい？パニックですなんて言えないよね。多分10人みんな揃って作品作るのは多分今回が最後よ。うわー、10人。音なんか意味のある時間にして、みんなが揃って練習してる、そういう意味が全然違うだろう。家庭だったり、その合宿だったり、そういった日々の、月日の努力を初めてそのたくさんの人の前で発表するっていう機会だったので、やっぱり責任感もすごいありましたし、舞台に立てるっていうお話を聞いた時に、これは世界一かっこいい作品を作んなきゃダメだってなって、もう深夜連だったり、メンバーのみんなで集まれるときはみんなで集まってその作品に集中して、私たちの全てを注いで作品を制作したのをすごい覚えてます。前の日にそのサイモンさんから、そのココナもそのもう一回チャンスをあげるよって言ってもらって、まあステージに出させてもらったんですけど、もステージももともと出れない予定だったので、ステージにこの立てた自体がもう自分でもう新たなスタートだって思ってたし、本当になんて言うんだろうな、すごいもうなんていうのは、もう言葉で表せられないようなもうドキドキ感と緊張感だったのと言ってます。本当にもうさっきの入れ具合がもう違うステージだったと思います。
無邪気だね。完璧です。かわいい。頑張ります。ちんちゃんね。若いな。確かに確かに若い。ありがとうございます。最近よし負けすぎだ。お願いします。成長ってでもすごいね。やっぱ違うもんね。まあでもこれがさ、化粧した時とすっぴんの時でまた違うんだよね。声がめっちゃ若い。シーンに繋がるわけですね。ありがとうございます。せーの、これさ、なんで私覚えてる。ウリテバウリテバ XG。 私たちは毎週毎週緊張しながら一生懸命言うの。この方さ、お名前なんて方かな。本当に誰よりも皆さん可愛いって言いますね。世界で一番皆さん可愛くてかっこよくて素晴らしいです。自信を持つ今日はね、かわしましょう。かわしましょう。せーの、では XG、 よし、大丈夫です。すっごい楽しかったですね。こうずっと練習期間だったじゃないですか。その前までこう披露するって機会がずっとなかったので、なんかやる前から本当にワクワクしかなくて、しこうみんなでこう積み上げてきた分、こう自信だったりとかもうすごいできてたので、やってすごく気持ちよかったっていうのを覚えてます。もちろん悔しいところもめちゃめちゃあったんですけど。皆様、初ステージここからです。私たち頑張ります。ありがとうございます。足に力が入ってくる。頑張ります。楽しもう。You wanna whistle that? You wanna whistle that? I don't wanna know, baby. I know we had no way to get it back.
これが私の夢だって本当に思いました。革新的に感じた瞬間でした。この歌ってる時にお客歌って踊ってる時にお客さんの顔一人一人の顔をそういう見えた顔ですごく自分自身も感動したし、こうやって歌やダンスを通してお客さんに夢と希望を絶対に与えたい、勇気と自信も本当に私たちの音楽を通して絶対に与えたいって思いました。
してあと僕たちはもうサポート素敵娘がねあの本当に夢がないっていうかなりたいもんがなくてストレスだってずっと言ってたんですけど でこう声かけていただいて、はい、で受けてでこれだと思ったんでしょうね。なるほど。でそれでこれやってみるっていう。ああそうです。本人から言ったんで、うん、まあ僕たちは頑張りなさいと。なるほどです。失敗してもいいからやりなさい。うん、やるだけやってこいって。ステージで、お姫様、お客さんの前で。パフォーマンスすることがすごくやっぱり楽しいなって感じたし、その時は家族が見に来て、ね、家族もパフォーマンスを初めて生で見たと思うんですけど、すごく興奮してすごいかっこよかったよって言ってくれました。これからもっともっとやっていきたいってすごく夢への思いももっと強くなりました。やばい泣いてる。どうした？大丈夫か？歌の力だったり音楽の力って本当にすごいなって感じました。
出사지 마라. 음향, 조명, 무대, 타이밍, 안전 이런 것만 생각을 하고 기회가 있었다는 게 참 너무 설렜고 すごい 密度 환경 자체는 뭐 이게 환경이 좋든 안 좋든 저한테는 일단 모든 게 그런 자극이었어요. 네, 너무 감사한 기회였고 너무 지금 생각하면 많이 배울 수 있었던 저를 또 성장하게 할 수 있었던 제가 했던 그런 스타일이나 그런 노하우나 그런 것들이에 대해서 되게 그런 계기가 됐던 송캠프였습니다. 다시 한번 I just find it fascinating just to like I like the way that y'all do y'all thing because y'all plan for so long. Like you know, y'all already writing songs for a girl group that hasn't even been created yet for a girl group that you don't even have a name for yet. Yeah. Like that kind of dedication and that kind of planning to me is like amazing. Like I said, I haven't been to Japan, but just the way they do it in Korea, I've never seen no shit like that in my life, bro. Like in the world. For real. In the world. Nowhere. Like anywhere that I've been that they make music, nobody does that. That shit is insane, but it's also genius, dude. You know? 재밌었던 건 거기 갔는데 아예 K-POP을 모르는 거예요. 그때가 2019년이었어요. K-POP이라는 단어는 알아요. 근데 그 음악에 대해서 그런 깊은 이해도는 전혀 없어요. 보인들이 하는 음악 스타일에 대해서 되게 자부심도 갖고 있고 그런 음악을 주로 하시기 때문에 그래서 소원한다. 제가 간단하게 K-POP에 대해서 어떻게 보면 렉처 아닌 렉처를 했어요. 되게 재밌어 하더라고요. 아, 그렇게 빠른 bars, part 안에 약간 다이나믹하게 변화돼야지만 이 각각의 멤버들의 개성을 뽐낼 수 있고 듣는 사람들에게도 지루할 틈이 없게 할 수 있고 퍼포먼스의 전환이나 구성적인 변화도 좀 더
ダイナ믹하게보여줄수있다그래서우리는치유하게가져가는그런간지수액이런것도좋지만우리는아마적으면5인조많으면10인조의소원한다걸그룹을만들거기때문에그런부분들의요소가5인から10인でざっくり考えてたってこと필요하다라는것들을좀설명해줄필요가있겠더라고요네多かったら10人になった거기서오는시너지가좀재미있었고나랑시행착오도많았고너무그래도재미있었던경험이었던것같아요그때이제어떻게보면젊고그되게에너지넘치는그런신인작가분들이이렇게모여있던세션룸이있었는데이제그런거막얘기하고이제트랙에다가멜로디섞고여러가지시행착오하면서만들어진곡이슈팅스타입니다めっちゃ集中してみちゃう。今日、玉森ほど努力を。強力なブランドが。あら。서정적인보컬의조화가좀다채롭게구성되어있는곡이라서많은사람들한테각자꿈이있듯이그런 Day After Tomorrow의배경으로촬영했는데이번에는그런희망을좀전달할수있는곡이되었으면좋겠다고계속생각했던곡입니다슈팅스타와우리가長い間ずっと願っていたアーティストとしてさらなる成長を願いに込めた曲になります世界的なトップアーティストになるぞという思いを込めてこの曲を歌いましたこの歌詞がもう私大好きでやっぱりずっと私たちの仕事ってやっぱり結果だったりがこうすぐにこう見えなかったりとかもするけどでもなんか頑張ってる自分だったり私たちが好きだしもうどんな人生でもにも変えたくないもうこの人生を誰にも渡したくないっていう思いがすごい一番強く表れている歌詞ではないかなって思っていてこの人生を誰にも渡したくないってさ For another life のとこが大好きです Like Mascara and Tippy Toes The song Shooting Star is full with hip-hop and R&B And I feel like the words neo-romantic, surreal and dreamy ドリーミー流行りの流行りのドリーミーですね So I hope you guys enjoy the music video and the song좀더엑스갤럭시만의그런사운드를뭔가크리에이티브해야되는그런좀주제가있다보니까예상했었지만굉장히좀많이시간도걸리기도했고우리가또하면서또여러가지실패를두려워하지말고시도하자라는거였던것같아요이팀의특성은다나라가다르다라는거죠위치도다르고제가너무나믿고좋아하고같이꼭하고싶어하는그런작가분들로구성이돼서너무너무부담도느끼면서도굉장히잊지못할그런시간들을보냈던것같아요
answers. Keep it low, don't be acting like an animal. Maybe, can you mute at this part? Just this end of the part. Oh, yeah. Like a melody? Another. Yeah, another. Okay, I like rappers, that. Rappers singing that. Singing too, yeah. Oh, yeah. ひなた、ね、最初にレコーディングフィックスしたいのは、途中の Don't mess my mama's girl なんだけど、はい、これってフックの最初から歌いながら入った方が気持ち的に入りやすい、それとも Don't mess my mama's girl だけ、声出した方がなんか入りやすい、気持ち的に、どっちが安心？一回 Don't mess から入ってから入ってみて見よっか。はい。優しい。狐が乳ぐむ。Don't mess with my mascara。いうのもエネルギー、エネルギー、エネルギーが아니라、그エティチュード라는게今日だけじゃない。パワーっていうことじゃないから、여기에맞게 Don't mess with my mascara。Don't mess with my mascara。あとマスカカラっていうよりもマスカラ。Mascara. だけマスカラにしてやってみてさ。Don't mess with my mascara. おう。欲しいのね。かけようか。ね。제일제일좋았어요네제일좋았어네その英語ってやっぱりたくさんの方々がめちゃくちゃ褒めてくれる私たちの音楽を聴いてその一番理解がしやすい公言語ではないのかなってすごい個人的にも思うのですごい英語の歌詞でたくさんの方々に私たちのメッセージだったりとかその歌詞の意味だったりメッセージをその本当にとにかく伝えたいっていう気持ちで私たちの歌詞が全部英語なんですけれどもやっぱりこれからもたくさんの方々に愛と希望、夢を伝えるようにお届けできるように私たちも全力で頑張ります。
ていう10人全員でやってきたんですけど、もうデビュー候補生が決まってっていう、どんどん進んでいってしまって、もその10人でやることが少なくなってきてるので、そういった場面でもその10人でせっかく今ずっと一緒にやっていけてるので、この10人でしかできないことを、めっちゃジュリアちゃん泣いてた、できる間にたくさんやって、みんなでコミュニケーションたくさんとって、今のうちにできることじゃないですけど、そのたくさんみんなで協力し合って頑張っていけたらいいなと思います。見つけちゃいました。全然見えない。歌詞が見えない。いいね。かわいい。まだ6時。彼女はぐっすりと夢の中でお散歩をしているようです。なんかスキルの面ではすごい成長が、私の中ではそのすごいしたって思ってないんですけど、うん、歌やダンスに対する気持ちだったり、自分自身がどう変わればいいのかとか、そういう自分自身と結構向き合えた合宿だったので、その今までとは違う経験をたくさんさせていただいている分、その自分の姿勢だったりボディデザインだったりも、その全てなんか新しいことがたくさんあったので、そういう面でなんか全部歌にもダンスにもつながってたので、なんかそれを忘れずに歌やダンスもその成長を最終日で見せれるように、もっともっと研究して気持ちも引き締めて頑張りたいと思います。SM とか指導してる人入ってましたね。No, no.
か惜しく感じるところがあって、もしかしたらあの空気の使い方がうまくないかもしれないし、音の出し方のちょっとオープンの要素があるから、その空気があのそういうのもあるかもしれないけど、でもそれ関係なく聞こえる側にちゃんとそういうことをあのそういういいバランスの長さで、いいバランスの長さで歌い切れるようにしないと、全部短くなっちゃったのも良くないよ、ね、あの日本に戻って、さらに今回の合宿で得たものをあのつなげてやっていけるように頑張ってください。課題があることはいいことでもあるから、みんな今回 のことを忘れるのは最悪で、わかんないです、あのメモとかがいいのか、本当に自分たちが結構数が多いとね、課題が何なのかってわかんなくなっちゃったりもするし、今回結構いろんな教えがあったと思うから、あのボーカルもダンスもいろんな意味で韓国の3週間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。大丈夫、大丈夫です。歌とか歌だとそのやっぱりその自信の問題とかだったりとか、その自分でそのもっとオープンにそのステージとかに立った時にもっと自分をオープンにしないといけなかったりとか、そういうところがすごく課題で、なんか自分どうしたらいいできるのかが、なんかどうしても緊張してきちゃうし、どうしてもなんかその例えば自分の歌がちょっとでもなんかピッチがずれてたりするとすごく気になっちゃったりとか、なんかすごく歌ってる時に一番自分が繊細な気持ちになっちゃって、なんか早く自分も直したいし解決したいんですけど、なんかどうしたらいいのか分かんなくなっちゃって。なるほど。ジュリーの一番大きな課題はそれだよ。多分それ歌だけじゃないよ、ダンスも同じだよ。でもっとジュリーの心の中に絶対いるプレイヤーのジュリーがまだ一回も表に出てることないから隠れてるんだよ。それをもっと出してあげて、ステージとその審査会とかステージとかのジュリーっていうそのオープンス、それがそれをまず一番優先な課題にしていけば、その後だからピッチとか悔しくてないかも、泣くかもしれないけど、次の日また頑張っていけると思うから、だから明日も失敗してもいいから本当に今日はでも昨日のリアルにオープンしてた。よろしくお願いします。ボーカルテスト
もしかしたらちょっと違う。また全てその、さらにクリパートじゃなくて、高音のところもその曲に合わせて、そういうところの出し方が、もうちょっとディテール、根本から考え直して、ディテールを高くしたいなって思います。バイアドレ、ちょわっそ。うん、ちょわ、今みたいに、もっともっとやっていこう。そろそろそこの困ってる課題を早く乗り越えないと、うん、音程がちょっとやっぱり浮いてる、緊張プラス自分のこう、まあね、バランスのポジションのせいでこう浮いちゃってて、音程感が全体的に惜しくなった部分がありました。まず今みんなの課題を、とにかくこういった審査会、大事な評価のタイミングで結果にできるようになってほしいです。後悔しないようにってことです。ここで審査会をするっていうところを目指している人いますし、ここでいきなり審査会を継続的にできない場面だってあんまり言いたくないけど、みんなの今のこうサバイバルなこう夢を向かっているその道にはあり得る話だから、ちゃんとフォーカスしてやっていきましょう。その上にいろいろ多分ボーカル以外にダンスもあると思うけど、 OK、 お疲れ様でした。その練習の成果を出せたらって自分で思っていて、その 100% 中だったら多分自分ではすごいまだまだなので、もう 51% ぐらいとかっていうぐらい本当にまだまだ出てなかったので、自分の短所をもっともっといっぱい見つけて、そこをどんどん直していこうかなって、あ、こうかなじゃないです、直していきたいと思います。もっとディテールに自主練で練習することもできたし、その自分の苦手な発音だったりとか、その英語のもっと細かいところだったり、そのカバーしてる人たちをたくさん YouTube で見たりして、まだやっぱり自分の課題 その細かく言うと高音の部分とかがまだ完璧に今日その見せすることができなかったので、それを練習通りにどうやったら本番できるかをもっと研究と練習を重ねて、本番でもその練習通りにできるようにしたいなって思いました。もっとよりもっとできたなっていうのは当たり前に感じて、すごい自分の中で悔しい部分がすごい多くて、自分がうまくいかなかったんだなっていうのをもっとより思い始めちゃった自分がいて、そういうなんかネガティブのことを考えないっていうか、そのこれからちゃんとポジティブに考えて、そのもっと自分の課題を改めて知って、ちゃんとそれを踏まえて練習をこれからしていきたいです。正直あの10人は本当みんなデビューができるぐらいギャラクシーでこう理想統合を得る、そういう人材に最終人材なので非常に大変ですね。大変です。
大事になってくる。本当に毎日毎日考えてます。多分これは何ヶ月間続いてるんですけどね。なんかだいぶこのニューメンバーで、予想してますってまだ言えないですよね。だからし、そのダンスを踊ってる自分が本当に本当に嫌だったんですけど、そのもうこの話を思うだけですごい涙が出るんですけど、なんかもうすごいこのジュリとか皆さんのために、私のためだけに、すごい私たちのことを一人一人本当に諦めずに本当に丁寧に、なんか本当にすごい細かく見てくださって、私は本当にもう本当に感謝の気持ちしかなくて、もう本当に成長をもっともっとしていきたいなって思います。ジュリアは多分表情とかでうまく自分の表現ができてないっていうのは課題で、もともとこうバラードとか歌うのに慣れてるし、そこはすごくジュリアらしいものを持ってるんですけど、さらにそこも含めて、今回ちょっと厳しく言ったのが、ダンスがどうしてもまだみんなのレベルに追いつけてないっていうのが事実なんですけど、そういう表情とか細かいところ、自分が本当に気づいて研究して良くなれるところが全然こう気づいてないなって思ったんですよ。それでこれはやばい、これは危険だと思って、今回そういうところの課題をよりこう重要だと思う機会になってたらいいなって思いますね。いろんなそのエティチュードを出せるジュリアが、そういう才能は絶対あるので、育っていけばいいなと思います。I got my peaches out in Georgia. I like the trees in California. I zoom on in to the north, yeah.Get my life from the source, yeah. うわー、かわいい。笑うことが大好きで、かわいい、歌とダンスが本当に大好きで、ずっと歌ってました。で、すごいおしゃべりでした。ママのその夢が歌手になることで、でそれでやっぱお母さんが私の小さい頃からずっといろんなアーティストさんの曲を聴かせてくれてたので、車の中でもお家でもずっと音楽ばっかりというか音楽を聴かせてくれてたので、やっぱ自分も自然とたくさん音楽を聴いてきたので、なんかアーティストになりたいっていう思いがすごく強まって、もう早く歌いたい、ステージに立って歌いたいっていう思いが強すぎて、で歌を習いたいって言ったら、お母さんが歌を習わせてくれました、はい、歌を習い始めて、その先生が洋楽すごい似合う気がするって言ってくださって、たくさん洋楽の研究をして、アリアナ・グランデさんの歌い方の真似とかいろいろして、その他にもホイットニー・ヒューストンさんとか、マライア・キャリーさんとか、ビヨンセさんとか、本当にたくさんの、クリスティーナ・アギレラさんとか、本当にたくさんのアーティストの曲を練習してレッスンしてきました。どのぐらいの人数がちょっと多すぎて、どのぐらいの人数が、何人が一番いいのかなっていうのも考えて、
해주리안은머리좀어떻게봐감사합니다감사합니다今みんなで10名のみんなで、多分1年半ぐらいこの人数このメンバーで、集中してやってきたんですけど、そろそろ来年とか向けてちょっとこう一発目のグループだったりいろんな部分でちょっとこう今月まあ本当に今週からちょっと変わっていく可能性があります、例えば一発目のデビューじゃなくてもそのメンバーは本当にこれは綺麗に言ってるわけじゃなくてすごく貴重な、経験につながってほしいと心から思ってます。でそういうのをちょっと今月から、そういう動きがあると思うので、ちゃんとみんなに状況やいろんな部分を丁寧に伝えていくので、そういった時こそみんなの力が必要です。ねえねえ、はい、紳士だよね。もう向き合い方がさ、じゃないな、すごい紳士じゃない。ねえねえ、今日キャッシュだ。ねえねえ、もう手でねどうなっても、うん、もうねえねえ一生チームこんな風に面倒見てくれる人ある。過去各地がちょっとね状況が変わる可能性があって、すごいね、新しいの一期生っていうプライドが次のステップに、フォーカスしてやっていく。ねえ、okay? ねえ、お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。まずはお疲れ様でした。ここまでお付き合いをいただいた方は本当にありがとうございます。今日も京都で相変わらず、泣きまくっている私なんですけれども、いやーなんかぐっと特に今日はなんかぐっと入り込んじゃいましたね。この楽曲をね実際にこう作り上げていくシーンとかもすごく良かったし、この初めてのステージですよね。彼女たちの初めてのステージ、自分たちがやってきた成果をこう出していく、そしてこうご両親とかのお話とかもあって、
ちょっとここら辺はね、グッときたね。で、少し今回ね、こういう風にあの歌の場面がね、少しこうフォーカスが当たってたかなっていうね、このひなたちゃんのさ、分厚いマイメスカラーはこういう風に作られてたんだみたいな、そういうのもちょっと初めて見たし、で、このジュリンちゃんがね、完璧に見えるリーダージュリンちゃんですけれども、彼女もこういう風にこう壁にぶち当たっている時期があってね、そのこう壁を乗り越えないとそろそろダメだよってこう言われているって、もう信じられないよね。あんなこうステージ上でめちゃくちゃカリスマ性のあるさ、もう彼女が多分あグループの中ではカリスマ的なその存在的なところで言うと、彼女はやっぱ特別っていうか、ジュリンちゃんのあのカリスマ力ってちょっと異常じゃないですか。そうだからね、びっくりだよね。殻を破れないジュリンちゃんがいたっていうところがね、どういう風に乗り越えたのかっていうところはすごく気になるけどね。ヒカルちゃんがね、そのリズム感がみたいなお話もありましたしね。なんかどういう風にね、解決していったのか、これが例えばそのボーカルのレッスンの中でさ、解決できたのか、それともその、まあすごく言ってたじゃない、彼女たち研究して練習してっていうさ、そういうワードが結構出てきてて、あ、本当に素晴らしいなと思ったし、この若さでね、この若さでそれをこう理解して実践できているのが本当素晴らしいなと思ったし、なんかこういろんな人をコピーしてもなかなかこう本番になるとうまくできないっていう風に言ってたんだけど、まあリズム訓練とかね、いろいろあるけどさ、結局それもさ、できるようになる子もいれば、そういう訓練を経てもさ、うまくいかない子だっているわけじゃない。だからこのヒカルちゃんがその自分のそのリズムのね、取り方が一つしかないっていうその悩みに対してどういう風に乗り越えていったのかとかね、そういうこう個人的なその成長記録みたいなのもすごく気になるよね、これね。ちょっとでもジュリアちゃんがね、なんかすごい怒られてるのも胸が痛かったね。いつもどうやって歌ってんだってね、言われてたけどね、きちーって思ってたはい、という感じでございますね。ここからまたぐっと人数が絞られて、もうなんか8人は決まってるみたいな感じだったのかな、後ろの方はね、バランス的に考えるとこの8人かなみたいなお話をしていましたけれども、この後のね、第6話がどういう風なストーリーになっていくのかっていうのはとてもまた楽しみでございますね。はい、ということでね、下の概要欄の方に公式のリンクは貼っておきますので、もしね、いろいろお断りだったりとか投資でもう一回見たい方とかいらっしゃいましたらね、そちらから飛んでいただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。